ございます。現在朝の6時40分新しく始めるスムージー屋のキッチンカーの出店があるんで、それの手伝いに行ってきます。はいはいはい、全然ダメもうここで何回か営業はしたんですか？ここ2回ですね、うん、で、あのイベントの方、うん、先週土曜日でしたね、はい、土曜日は良かった。ここはまだね、はい、全然来ないもう5人、6人ぐらい。あすごい。あのここにココナッツミルクとホットドリンクのオーツミルク持ってきます。これすごい、あそこ触って もう、うん、あのステンレスだから、うん、もう本当に冷たくない。イベントの時は電源がない場合が多いから、はいはいはい、電気で、うん、ガスリも持っていかなきゃいけないです、うんうん、1日使うと結構なくなりますか？そうですね、今日は、まあ、今日は11時4時なんで5時間はそんな、後ろのものが、うん、確かにバラバラになっちゃう。バラバラになっちゃう。マルテ YouTube に載せても大丈夫？あ、気にしない。気にしない。私見ないけど。見ない。自分の姿は見たくない。スタバとか見るとちょっとゆったりもできるし、はいはい、甘いものとかなんかシャレなもの好きだなと思う。はいはい、はい。だけどあんまり健康的じゃなくて、それをそのスタバのこうアットホーム感と勉強できる感じと健康的な飲み物スムージーとかみたいなのとかを組み合わせれば流行るんじゃないかと思って、はいはいはい、ハリガヤさんとのボタニカショップと一緒にするならどうか。もともとはこう独自でやるつもりだったんですね、はいはいはい、後ろの墓とかキッチンカーとか。だけどまあ資金もそうだし、なんか、うん、どうしようって思って、はいはい、でそれであの社長からはじゃあ一緒はどうか、はいはい、それで一緒にやるってことになって、大学院に入ってんですね、うん、あの去年の3月まで、はいはい、この東大に通ったんですけど、はいはい、その時は東大の博士行きたかったですね。だけどちょっと準備がもう悪すぎて、うん、落ちたんですよ、博士課程 の、はいはい、あの試験、はい、ダメだったんですよ、どうしよう、このお店もやることも決まったんですね、その時点で、うんうんうん、だけど博士行けなかったらビザもないからドイツに帰んなきゃいけないじゃんとかになっちゃって、はいはいはい、まあ、それもお店もできなくなっちゃうから、グリーンテックに入社すればビザももらえるし、うん、お店にもちょっと集中できるから、はいはいはい、っていう方向でこう会社に入社したんですね。ジャンバジュース飲んでアメリカに行くときに、はいはい、何年前か、うん、で、こういう店日本にはあんまないよね、大きなスムージーのブランドとか、ジャンバジュース、ジャンバジュースもう日本にあるんですけど、最近は入ってきたんですけど、そういうようなブランド作れたらいいじゃんと、うん、店舗展開できるんじゃないかな、はいはいね、ブランドもグリューンという名前も決まってるし、うん、あとロゴとかも全部いろいろ決まってる、うん、でキッチンカーもやって、はい、店舗も始まるんじゃないですか、なんか少しずつこう思ったこと現実になるんじゃないですか。ギアさんもね、自分のなんかお店からやりたいですよね。そうそう、今後やりたいと思ってるから。レストラン、カフェ、うん、どっちかっていうとカフェに近いのかな。でもアスリート向け、アスリート向けがいい、僕はだ健康的って考えたら同じじゃないですか、うん、ですね。私は一番最初プロテインパウダーのブランドを作りたかったんですね。もともとビーガンなんですけど、でもビーガンのブランド日本にまさになくて、日本のプロテインパウダーの味もあんまり良くない、はいはいはい、だからそこでビーガンのブランドを作れたらいいんじゃないか、生産者といくつと話したんですけ ど結局まあちょっとうまくいかなくて残念でしたけど、まだ諦めてはないですね。だから今後そういうことをもっと通販の方をやりたいですね。ここね、店舗、そうそうそうですよ、そうですよ、前一回来たんですよ僕も。あ、そうなんだ、はい、なんか見せてもらって、ね、あんまり最近出かける時間全然ないですよ。うん、確かに。いろいろやりすぎてこっち忙しいから。そうです。YouTube の方はもう全部こう、うん、なるべく長く撮って、うん、でそれあと一番いいところだけ編集する。そうですね。いっぱい撮っといてカットカットで。はあ、何アドビとかを使ってる？僕はファイナルカットプロ。うちは何使った？フィルモラとアドビ。ああ、フィルモラ。うん。
日本の免許取って1年ちょいですか、うん、あら向こうでは運転してたの？全然してないで今日は場所的はどうなんでしょうね。あんまりなんかビルも高くて多分あんまり来ないですかね。テスト OK でした。デーツ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 甘いんだよ。いや甘い甘い。もうちょっとなんかでかいレーズンみたいな感じがする。レーズンっぽい味ね。デーツはすごい、あの 甘くて糖分も高いけど、うん、食物繊維がすごい高いから あんまりインスリンが上がらないから、うん、すごいいい。これマックココナッツフレーク。これヘンプのプロテインが一番高い種で、これはチアシードオメガ3脂肪酸がすごい高いし、これはココアパウダーで、これはあの豆のプロテインパウダー、これカカオニブと、これはあのカカオバター、あのホワイト、ラズベリーホワイトに作るためにこれカカオバター使っちゃう。池田さんまだ何も飲んでないから、 あと寒いらしいから、あそう、温まってください。作ってくれます。いいよ。あ、めちゃめちゃ美味しそうじゃないですかこれ。ありがとうございます。あ、美味しい。甘いのはデーツ、デーツ、デーツ、うん、2月から多分お店のなんか縁になりますね、2人。すごいな。すごい、一気にお店っぽくなったっすね、すげえ。めちゃくちゃすげえ。あー、はいはい、まだ少ない方っすね。すごいっすよ、ね、並べ方が。一回かぼちゃ、リンゴ、シナモンで作ったんですけど、まあ、まずかったですけど、いずれね、こう自分のコップのデザインとかできたら最高ですよね。植物の綺麗にこうなんか。こんにちは。ピニャグリーン結構人気ですね。ほうれん草も入ってて、あとアーモンドミルクも自家製のものなんで添加物一切入ってないんですよ。本当にアーモンド、塩とバニラしか入ってないもんですね。これちょっと飲んでみてもいい？あ、どうぞどうぞ。作り方も、ああぜひぜひ、もちろん。ああ、いい。修行に行ったんですね、何ヶ月か。使わない。ここラズベリーの種が、はい、お待たせいたしました。しかもここちょっと外して、でこの、ありがとうございます。大変お待たせいたしました。こちらピニャグリーンですね。もう多分お腹すごいいっぱいになると思う。一緒に食べると。どうもありがとうございます。ありがとうございます。あ、じゃあ一回作ってください。170のこれ、これも書いてある通りで。ありがとうございます。温まった。では好きです。あ、良かったです。そう、まず一日で。ちょっとやって、でここを押さえてこう。
ずれご自分でなんかそういう仕事をやられる、飲食やりたいんで、別にキッチンカーにこだわる、まあそうですね、キッチンカーじゃなくてもキッチンカーもでも面白そうだなって結構思います。今日やってさらに思いました。なんか営業終了です。開いてた。それでか。うわ。これ倒れたのかな。もしかして。なんか違う音。全部倒れた。違う音してた。大変。一回。はい。したら今から自分の家に帰ろうと思います。